小さい頃から時々変なものを見た。他の人には見えないらしいそれらは、おそらく妖怪と呼ばれるものの類。ちょっと濡れちゃったな。せっかくの祭りだっていうのに。大丈夫、多分この雨ならすぐに止むよ。しばらくこの軒下で雨宿りしていこう。焼きイカまでもうちょいだったもの。先生、出かける前に顔を撫でていたろ。あ、猫が顔を洗うと雨が降るって言うんだよ。にゃんだそれは、私のせいだというのか。そうは言ってないよ。北本と西村たちもどっかで雨宿りしてるだろうな。退屈だな。酒でもあればな。また酒か。そういやにゃんこ先生、いつも一人でどこに飲みに行ってるんだ。あっちこっちだ。その日の気分で赤ちょうちんやらキャバクラやら。その日の気分って、どっかに妖怪居酒屋でもあるのか。チョビみたいなマスターがいたり、日の絵みたいなママがいてな。マスターはいつも。ヤホーどこでもいいけど、あんまり飲みすぎるなよ先生。うるさい、酒飲みが酒飲んで何が悪い。ああそうだ、あの時もこんな雨が降っていた。先生、俺が小さい頃に雨宿りをした時の話なんだけどさ。その日なんとなく家に帰りたくなくってぐずぐずしてたら雨が降ってきたんだ。服を濡らしちゃったら家の人に叱られてしまう。そう思って慌てて軒下に駆け込んで。一人で膝を抱えていたんだろ。まったく暗いな、お前の子供時代は。そう言うなよ。で、気づかなかったけど、少し離れたところに先客がいたんだ。声が聞こえてきた。うめくような低い女の泣き声が、雨音の合間に。怖ー、よせよせよせ、私は階段が苦手なのだ。エスカレーターにしろ。そっちの階段じゃないよ。妖怪が階段怖がるなよ。けどその時は本当に怖かった。チラッとだけ見たら、長い髪を垂らしてうつむいていて、ああまた見ちゃったって思って、俺はすぐにそこから飛び出そうとしたんだけど、動けなかった。なぜだ、金縛りか。その時耐えきれなくなったみたいに、その女の人がワンワン泣き出したからびっくりしちゃって、もう一度見たら普通の若い女性にも見えて、それでなんだかじーっと膝を抱えた子供の俺は、雨に閉じ込められたみたいに、しばらくそのまま。そのうち声が途切れて見ると、コップに入ったお酒を飲んでる。お、いい感じになってきたな。でもやっぱり泣いていた。泣き状もか。空を仰いで酒を飲みながら怒っているようにも思えた。怒り状もか。怒って、なぜ私が見えないって言った気がして、ドキッとした。途切れ途切れに聞こえる独り言ではよくわからなかったけど、ただ子供心に大事な誰かを亡くしたんだなってこと、それだけはわかった。それから不意に俺の方を見たんだ。泣き晴らした目を大きく見開いて、ものすごく驚いたみたいだった。
そしてその目からまたポロポロ涙がこぼれて、こう言ったんだ。戻れたのかと思った。昔に戻れたか。幼なじみに失恋でもしたか。お前がそいつに重なって見えたんじゃないのか。小さな頃の二人はこんな風に軒下で偶然一緒に雨宿りをしたことがあったのかもしれないね。目をこすって俺を見て、ああ、あれから随分時が経ったんだねって。最後に聞いたのは優しい声だった。最後に？うん。その人がいついなくなったのか思い出せないんだ。いつの間にかいなくなってた。まだ雨は降ってたのに、傘が残されていた。水色の傘だった。手に取って開くと、青いような、甘いような匂いが漂ってきて。どちらにせよ、お前のために傘を置いていった。その、水色の傘を差して、家に帰った。翌日、同じ場所に傘を返しておいた。いつか傘はなくなっていたけど、それからその人を見かけることもなくて。あ、雨上がったね。おお、夏目、見ろ、虹だ。小さい虹だね。綺麗だな。あ、この匂い、あれはスイカズラの花の匂いだったのか。もうじき夏が始まるんだな。ね、先生。お、この匂い、これはイカ焼きの匂いだ。行くぞ夏目、祭りが始まる。ああ、行こう。